Thank you.
Mm-hmm.
カーブから直線コースに向きました。ここで先頭はアグネスジェダイ先頭、2番手はワイルドワンダー、先頭を捉えるか。さあアジディミツオ一気に来た。残り 200m、 先頭はワイルドワンダー、カカノワース必死に追いすがります。一気に金引きり、ワイルドワンダー1着、2着にはどうやら金引きり、見事に勝ちました。ワイルドワンダー、アジディミツオ完敗です。着外に沈みました。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってサファイアスクワート、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアーティーシラー、先頭を捉えるか。アーティーシラー先頭、一気に浅草田園、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 1着、2着にはどうやらアーティーシラー、浅草田園、見事な走り、大舞台で日本馬の底力を見せてくれました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った片野天王寺、片野天王寺先頭、2番手は皇后霧島、懸命に追いすがります。あと 200m、 片野天王寺先頭だ。残り 100m、 片野天王寺先頭、メジロカルテット迫る。片野天王寺1着、片野天王寺1着、2着にはどうやらメジロカルテット、片野天王寺見事1番人気に応えました。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の片野ドライバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは名勝ボーラー、プレシャスカフェ、この馬も好スタートを切りました。11番プレシャスカフェ行きました。これに続いて名勝ボーラー、マイネルジュピター、そのうちに続いています。その外にプリサイスマシーン、並んで14番シーズ東証、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。名勝ボーラー早くも先頭、ここで先頭が入れ替わりました。マイネルジュピター、名勝ボーラー2番手に控えました。名勝ボーラー B 位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はディープサマー、名勝ボーラー2番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は名勝ボーラー、名勝ボーラー先頭、2番手はディープサマー、追いすがる。やはり名勝ボーラー先頭だ。名勝ボーラー先頭、名勝ボーラー粘る。片野ドライバー食らいつく。名勝ボーラーもう一伸び。先頭は名勝ボーラー1着でゴール。名勝ボーラー1着、2着にはどうやら片野ドライバー、名勝ボーラー G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。